日本ハム加藤貴之 FA 宣言しそう。日本ハムは31日今季国内 FA 権を取得した加藤貴之投手31の宣言残留を容認する方針を示した。球団幹部がもちろん認めないことはないですと明言し、3年連続で規定投球回をクリアした左腕を全力で引き止める構えだ。球団は来季以降も不可欠な戦力と判断し、3度の残留交渉で複数年契約を提示済み。加藤貴は育ててもらって感謝しているし、そこはブレていない。決断まで少し時間がかかると思いますと明かしている。あ、いい返事もらえたみたいなこと言ってなかった。2日前くらいに出た記事でハムさんが残留って勝ち誇ってたのに。宣言残留のことやろ。して残留だろ。数字微妙すぎてこれが一番得や。宣言残留を認められるレベルの選手になってくれて嬉しいで。3回交渉して合意できずに古巣に感謝コメントはね。いい条件もらってる。あとは代理人次第と言ってるから、もう少し条件の上積みあれば残るということやろ。とりあえず他球団と交渉のテーブルに着く前の合意はなくなったな。残留濃厚のはずだったのにトーンダウンしてるじゃねえか。シルエット仕様にも山川西川の壁がね。3回も交渉した上で宣言するってことはもうね。 FA 権を買い取るような感じになるから、球団としては宣言残留の方がええんちゃうの。球団と交渉しないで宣言残留ならそれが一番ねんやけどな。交渉始めたら厳しいでしょ。エスコを移ってからも変わらないんかな。普通の代理人なら1円でも多く欲しいもんだしな。他球団と比較するには FA 宣言するしかないわけだし。めちゃくちゃいい投手だけど年だし劣化しかしない球を添え左腕は怖いよね。複数年のいい条件提示って話ばかりで金額の話が一切出てこないのが気になる。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。